ジオン軍による健康一滴の攻撃作戦であったはずのジャブロー攻略作戦は兵力が過小なために失敗に終わった。それはむしろジオン軍にとって貴重なモビルスーツ隊をすりつぶしただけの結果となってしまう。だが最も冷静に見ればこの失敗がジオン軍の軍事力に致命傷となったわけではない。皮肉な話だが投入した戦力が過小であったために失われた戦力も小さかったわけである。いずれにせよこのジャブロー攻略の失敗により短期決戦で戦争が終結する可能性は儚くも消え去った。幸いにもフェンリル隊に戦死者はいなかった。しかしフェンリル隊のパイロットたちは肩身の狭い思いをすることとなる。どこのモビルスーツ隊も戦友を失い全員の生還を喜びづらい空気となっていたのだ。ジャブロー攻略の失敗はキャリフォルニアベース内部に軍隊としての規律が崩壊しそうな兆しさえ感じさせていた。そしてついに連邦軍による大規模な反攻作戦が始まる。星1号作戦と呼ばれるこの作戦は地球規模、いや地球圏規模の大作戦として決行された。ジャブローの赤道下より次々と打ち上がっていく宇宙戦闘艦、それはまるで流星のようにも見える。しかもその数は明らかに艦隊規模の打ち上げだった。ここに至り連邦軍は独自のモビルスーツ隊を建設したばかりではなく、ルーム戦役で壊滅的打撃を受けた宇宙艦隊をも再建したのだ。北米大陸を占領し続ける限り連邦軍には負けないというのは空がジオン軍のものであるという前提の話だ。ジャブローからの流星が空へ昇るたびにジオン軍の勝利の可能性は消えていく。やがて連邦軍の大規模艦隊が空に展開すればジオン軍の制中権も失われてしまうだろう。空との連絡を絶たれた地上のジオン軍に未来はない。それは北米大陸の占領はおろか生存することさえ難しくなる。そこに待っているのは降伏か戦死か、二つに一つなのだ。キャリフォルニアベースにはこの連邦軍に対する攻勢作戦などの計画はなかった。連日連夜打ち上げられる HLV、 彼らが精力的に打ち上げているのは全て脱出のためだ。すでに多くの資材や人材が次々と空へ向けて打ち出され、ジオン軍は地球から大規模な撤退を決定していた。もはやキャリフォルニアベースは最盛期と比べ1割にも満たない戦力で動いていた。そしてそれらもまた順次空に戻っている。連邦軍は反攻作戦の一環としてこのキャリフォルニアベース奪還と北米大陸開港を計画していることは間違いない。しかしすでにキャリフォルニアベースの実情は最後の HLV の打ち上げが終了するまで連邦軍の進撃を抑えることができない状態だった。そして下された闇夜のフェンリル隊への最後の任務、全ての HLV の打ち上げが終了するまで連邦軍の攻撃からそれらを守り抜くこと、連邦軍の進撃を抑えることができるのはもはやフェンリル隊しか考えられなかったのだ。フェンリル隊は空に戻れない、いや戻らない。闇夜のフェンリル隊は自ら地上に残ることを選んだ。
牙ある限り。我らがゲラート・シュマイザー少佐に敬礼。
数では不利でも相手の隙をつけば。敵が狙いをつける前に叩く。今までもこうして戦い抜いてきたんです。私たちの力信じましょう。せめて一撃で落としてあげるわ。HLV に近づけさせやしないよ。こういうやつは一度締めなきゃ何もわからないからね。ノイドを減らすちょうどいい機会だな。失せろ。こんなところでやられるものか。失せよ。今度こそ最後まで仲間を守ってみせます。大丈夫、誰も死なせたりしないわ。敵はどれだけいるのよ。キリがないわ。そこだ。俺たちがついてんだ。 HLV は必ず空に送り出してやるぜ。お前みたいなやつが俺たちの前に出て何ができる。もらった。敵の進行は俺たちで抑え込んでみせる。俺もフェンリル隊の一人なんだ。やってる。この戦い俺も負けられない。
Yeah.
手でこの基地を守り抜く。これまでの修羅場に比べればこの程度の相手など。Yeah.
ない出力と行かせてもらうぜ。切り札ってのは最後まで大事にしとくもんだぜ。艦隊一団出力低下。作戦班は何をしていた。バカ、こんなことだ。これで終わりだとはな。
すべての HLV を空に送り出した後、闇夜のフェンリル隊はキャリフォルニアベースから脱出した。こうして北米最大の拠点は失われ、戦いは地上から空へと移っていく。今後地上に残ったジオン軍兵士たちはますます厳しい戦いを強いられるだろう。だが闇夜のフェンリル隊は諦めない。祖国のため、大義のため、愛する者を守るため、ジオンの旗のもと戦場に身を投じた将兵たちはそれぞれの思いと理由を持って戦い、そして死んでいった。そうした思いを持って戦う戦友がいる限り、フェンリル隊の戦いもまた決して終わることはない。それからしばらくしてフェンリル隊は北アフリカのリビア砂漠にその姿を現した。彼らは北アフリカにおける最大規模の補給基地を奇襲。これにより連邦軍は北アフリカ方面の攻勢作戦の延期を余儀なくされた。だがフェンリル隊の潜伏する拠点を突き止めた連邦軍は兵力を動員してその拠点を包囲。同情してなおも徹底抗戦を続ける中、空でのジオン軍最終防衛戦であるア・バウアー空は陥落した。そして一年戦争の終結。闇夜のフェンリル隊と雌雄を決するためリビア砂漠に到着したエイガー少尉はその事実を知る。そうか、戦争は終わったのか。ですがジオン軍は投降しないんです。戦争が終わったことを知らせても謀略だと言って全く信用しようとしません。ならどうする。このままでは我々は攻勢に出なければならないでしょう。戦争は終わったというのに戦死者は続くんです。全くバカな話だ。そうか、なら軍師を立てて説得するよりないな。軍師を立てる？それはそうかもしれませんが、しかし今の状態では危険すぎます。大体誰が軍師に。非武装のヘリを用意してくれ。あれなら一人で操縦できる。一人でって、エイガー少尉、あなたが軍師に。ああ、そのつもりだ。この任務は自分以外に適任者はいないだろう。状況から考えても彼らは必ず説得に応じるはずだ。どうしてです、少尉。あの敵軍に知り合いでもいるって言うんですか。ああ、いるさ。立場は違うが、この戦争を共に戦った戦友がね。